はい、こちらの二の丸南門になっておりまして、保存修理工事をやっております。そして修理中なんですけれども、外部足場で覆いながら工事をやってまして、現在シートで門自体見えなくなっているんですけれども、今回門の実寸大の写真を印刷したシートがを作成しまして、そちらに今張り替え作業を行っている状況です。モデルとなった写真っていうのはいつ頃撮影されたものなんでしょうか？撮影はですね、昨年令和3年の4月頃に撮影しております。一応綺麗に門の写真を撮りたかったところがありまして、その4月に撮ったっていうのが、木に葉っぱがない状態が一番こう門を綺麗に撮れる状況でしたので、そちらで撮影しておりまして、あとはその桜の枝がなるべく入り込まないようなアングルを探して写真の方撮影しております。撮影する角度にもなんかこだわりがあったということなんですが、はい、そうですね、普通に写真撮る際であれば自分の人の目線の高さでの写真になるんですけれども、そうなってしまいますと、今修理する2階の屋根の銅板の雰囲気ですとか、外壁の漆喰とかの雰囲気がうまく映り込まなかったものでしたので、今回高所作業車を使用してですね、門のちょっと中段くらいに焦点を合わせて撮影することで、その銅板の雰囲気をちゃんと分かるような形で写真の方撮影させていただきました。写真を印刷したシートの固定に使う紐の部分にもこだわりがあるということなんですけれども。そうですね、こちらに関しましては、ここを受注している丸の建築設計さんの方と協議しまして、写真の背景と一番馴染む色がどういう色なのかっていうところで、普通であれば白い色とかなんですけれども、今回はグレー系の色を採用してですね、紐の方を設置しており、取り付けしております。二の丸南門以外にも大手門の方でも作業を行われるということなんですが、それについても教えていただけますか？はい、大手門の方では、あと時期がちょっとずれまして、4月の15日に張り替えの方を行っていく予定になっておりました。大手門は正面側なので、市役所側の方の面を今回印刷しております。大手門の方なんですけれども、目線的に本当に正面から今回見づらいところもありまして、その背景の見え方ですとか、そこら辺請け負ってくれた業者さんの方と相談してですね、南門は今青空で写真を撮ったそのままの背景使ってるんですけれども、大手門の方は今回白い背景にして、門だけを際立たせるような写真の印刷をしております。一応保存修理工事の完成予定が12月になっておりまして、こちらの外部足場11月中に撤去の予定になっておりましたので、その足場の撤去までは11月までは見れるような状況になっておりました。こちらこれから桜祭りを迎えるにあたりまして、弘前城多くの方が来園されると思っております。工事期間中にしかできない取り組みでしたので、重要文化財保存修理の魅力を発信していきたいと思っております。今年の12月に工事完了を予定してまして、弘前市の貴重な重要文化財を後世に良い状態で残していくために、今後もしっかりと修理の方を行っていきたいと思います。